母の生まれた謎の集落。もう弱い80になる母に、肝臓がんが見つかったのが半年ほど前のことだ。手術で除去するのはかなりのリスクがあること。体力的に大手術には耐えられないかもしれないこと。それらを考慮し、僕ら家族はこのことは母には伏せ、残りの余生を好きなように生きてもらおうと考えた。ある時、iPad で Google Earth を使い、母の生まれ故郷の様子を見せてあげた。便利な世の中になったものだ。最後に母が故郷へ帰ったのは、かれこれ40年ほど前になるだろう。それほどまでに、母にとってはなかなか帰れない土地でもあったのだが、今ではネットで簡単に路地裏まで見ることができる。母は非常に感激し、また興奮していた。かつて通った小学校もまだ健在だった。友達の住んでいた家や懐かしい店もまだある。次々に記憶が蘇ってくるのか、今まで聞いたこともない話が、つらつらと母の口から出てくる。この場から動かずとも、遠い地に行った気分になれるのだから、本当に素晴らしい。だが、母からさらに思わぬ話を聞くことになる。本当はね、ここよりもっともっと山奥で生まれたのさ。聞くと、この町のさらに山奥にかつては小さな集落があり、林業や農業、狩猟なんかで人々は生計を立てていたらしい。その集落のすぐそばに、やがてサナトリウムが作られる。サナトリウムとは結核患者や精神病患者などを、気候の良い土地で安静に収容するための施設であり、昔はたくさんあったらしいが、医薬品の発達によりその必要性がなくなり、徐々に消えていった施設である。体の良い隔離施設とも言えた。サナトリウム建設に合わせて道路も整備されるのだが、そのことが逆に集落から町へ人が流出する動線となってしまい、やがて集落は自然消滅するように消えたのだという。確かに、Google Earth を見てもそれらしき集落は見えず、ただ、そのサナトリウムの廃墟らしき建物が、ポツンと山奥の木々の合間にあるのを見つけることができた。僕自身が廃墟好きということもあったが、母と一緒にこの地を目指すのも悪くない、と考え始めていた。おそらく、母にとっては人生最後の帰省となるだろう。某月某日、僕は、母を連れて車を出した。今回は急なことでもあり、二人旅である。父も入退院を続ける身であり、そちらは妹に任せてきた。お小遣いはたっぷり渡してきた。車で2時間。某港に着いた。ここからフェリーで4時間である。フェリーの中ではできるだけ体を横にして休んでもらった。今日は現地に着いたら街中をさっと走り、ドライブしてそのままホテル宿泊である。翌日は朝食を食べてからホテルを後にし、母の懐かしい思い出のふるさとを散策した。小学校は近代化されて綺麗になっているが、生徒数が減っており、廃校の危機らしい。懐かしいお店もあったが、あいにく母の知り合いと出会うことはできなかった。さて、いよいよ母の本当の生まれ故郷だという山奥に入ってみることにする。僕の車は小さいが四駆である。乗り心地はそれほど良くもないが、山道には強い。クロスカントリーはお手の物だ。もっとも、病弱な母親を助手席に乗せているので、無茶はできない。とりあえず行けるとこまで行くつもりだ。もう何年も使われていないような道路を登っていく。草ぼうぼうで路面には大量の栗やらどんぐり、木の枝が落ちている。たまに腐って倒れた大木もあった。全く整備がされていない。とりあえずそれらをうまく避けながら登っていく。母が昔暮らしていたという集落らしきものは、なかなか見つけることができずにいた。母も幼少の頃のことで、風景もすっかり変わっているようで記憶につながらない。さもありなん、もう70年以上も前の話だ。昔はもっと木を伐採してハゲ山だったらしいが、今はジャングルのように木々が生い茂っている。ある程度まで来たところで、先へ進めなくなっていた。道と草っぱらの区別がつきにくくなっている。倒木もひどい。スマホの位置情報からすると、廃墟のサナトリウムはもう少しのはずなのだが。
僕は夜決して一人で行ってみることにした。廃墟好きである。カメラを片手に撮影準備に入る。母さん、悪いけど、ちょっと待っててくれる？10分。20分くらいで戻ってくるからさ。わかったよ、気ぃつけていくんだよ。母を車に残し、道なき道を行く。見えた。廃墟らしき建物の一部が木の陰から見える。やぶも自分の背の高さと変わらない感じになっており、すでに道ではないのだが、目の前に廃墟があるのだ。まっすぐ突き進めばよい。そう思い方早めた。少し開けたところが見えてきた。サナトリウムの全体像がやっと拝める。そう思ったとき、思いもよらないものに遭遇した。人の列だ。10人ほどだろうか。サナトリウムから出てくるところだった。自分と同じ観光客にしては、随分身なりがみすぼらしい。むしろ地元のお年寄りといった風情だ。まさか、このサナトリウムはまだ利用されているのだろうか？地元民による廃墟の再利用。ありえなくはないが。最後に出てきたおばさんが写真を携えていた。額縁に黒い帯の子供の写真。どう見ても葬式用の写真に見えたが。サナトリウムで葬式？よくわからないが、つい、やぶに隠れてやり過ごしてしまった。集団は、僕が来たのとは別の小道を通って去っていく。もしかして、集落がこの近くにまだあるのだろうか？いろいろ考えながらも、まずは問題のサナトリウムに入ってみることにした。ドアに鍵はかかっていない。中は古くてボロボロだけど、廃墟と呼ぶにはあまりに綺麗で、未だ現役で使われている建物と言ってもおかしくはなかった。電気は通電されておらず、もちろん電話もないが、割れている窓はなく、あっても補修されたりして雨風は防いでいる。打ち捨てられたゴミの山のようなものもない。朽ちてはいるが、補修され、小ざっぱりしている、という印象だ。明らかにまだ使われている形跡がある。地下へ向かう階段があったのでそちらへ行ってみる。地下は真っ暗かと思いきや、明かり取り用の窓が天井近くの壁にあり、薄暗い程度でよく見える。建物の地面すれすれの位置に小窓があって、それが地下の明かり取りとなっているようだ。中は病院の倉庫といった雰囲気で、なるほどここがサナトリウムだったのがよくわかる。その一室に入って、思わず、うわ、と叫んでしまった。そして吐き気がこみ上げてきた。そこにあったのは、ガラス製の大きな入れ物。それが棚にずらりと並べられているのだが、そのガラス瓶の中には人間の生首が黄色い液体と共に沈んでいた。生首のホルマリン漬け？一瞬そう思ったが、ホルマリンは黄色い液体ではなかったような気もする。よく見ると、生首と一緒に細い木の枝や小さな花などがたくさん入れられていた。もしかすると黄色いのはこの花のせいかもしれない。そんなことより、なんでこんなところに生首が保管されているのか。吐き気とおぞましさを感じながらも見ていくと、最後に一番新しそうな綺麗なガラス瓶があった。その中には、子供の生首が入っており、液体はまだ新しいのか透明な色をしていた。僕はそれを見て後ずさりしながら逃げ帰った。そうだ、さっきの写真に写っていた男の子に違いない。きっとそうだ。ここにある生首は、医療用とか研究用のサンプルとかそんなものではなく、さっきの葬式の列の人たちがここへ運び込んだものに違いない。なぜこんなことを？遺体から首だけ切り取って保管しているのだろうか？僕は元来た道をたどりながら、そんな考えを巡らせていた。道なき道をかき分けながら、やっと車へ戻ってきた。が、そこですぐに異変に気がついた。母がいないのである。なんということだ。母さん。僕はしばらく叫びながら辺りを探してみた。返事はない。焦り始める。携帯もかけてみたが、なんと携帯の入ったバッグごと車に置かれていた。車を降りてあちこち探してみると、左の方に歩いてなら下っていける坂道があることに気がついた。母もここを行った可能性はある。僕も坂道を下ることにした。さらに進むと、
そこから獣道のような細い道が山の中に続いており、そこを突き進むとそれは集落へと繋がっていた。山奥の木々の隙間を縫うように、小さな古びた小屋のような家々がいくつかあり、広場のように切り開かれたところではキャンプファイヤーのようにして、火が焚かれている。そしてその火の周り20人ほどの人だかりができていた。あれはもしかして、さっきのサナトリウムの葬列にいた人たちでは、そう思い警戒しながらよく見てみると、なんとその人だかりの中に母親がしゃがみ込んでいるではないか。母さん、僕は思わず叫んで、走り出していた。一斉に僕の方を振り返り凝視する人々。母も僕に気がついたようだ。ああ、お前も来たのかい。母さん、一人で歩き回ったらダメだよ、心配したんだからね。ここだよ、ここが母さんが生まれた集落さ。え、ここが。思わず絶句しながら周りの人々を見回す。えってって、よう帰ってきなすったな。ほんに、なあ。集落の人たちが語りかけてくる。どうも皆さん、お騒がせしました。ほら母さん、帰るよ。僕は周りの人たちを警戒しながら、一刻も早くここから母を連れ出したいと思っていた。それがね、腰を痛めてさ、歩けないんだよ。と母。ああ、腰を痛めたんじゃ無理せん方がええ。今晩はここにお泊まりなされえ。そうじゃ、しし鍋でも食べてってくんろ。周りの人々が口々に言う。サナトリウムならベッドもあってええんじゃろ。それを聞いた僕は心の中で、あそこはダメだ、あそこはダメだ、とつぶやいた。とにかくここから一刻も早く逃げ出したかった。いえ、皆さんありがとうございます。町でホテルも予約していますし、母は僕がおぶって帰ります。そう宣言して、母親を無理やりでも連れて帰ることにした。崩壊、せっかく来たんのにな。ここで生まれた人間は、ここに帰ってきて、ここで死ぬのが一番幸せだにな。何か恐ろしいことを言い出し始めた。いや、悪気はなかったのかもしれないが、あのサナトリウムの生首を見た後では、とても冗談には聞こえない。何か得体の知れない恐ろしさがある。ほら母さん、早く背中に乗って。僕はとにかく無理やりでもここを離れる決心をした。五郎さん、送ってってあげんさいな。ああ、だな。五郎という名の男が送ってくれるという。僕は断ろうとしたが、五郎は担いでいた鉄砲を構え。この辺は熊も出るしな。わしがついてかんと危ない。という。そう言われると仕方ないと思い、途中までついてきてもらうことにした。鉄砲のことは詳しくはないが、それでも五郎さんの持っているものがかなり古いのはわかる。木でできた部分はもう古くて黒光りしている。以前、北海道を舞台にした漫画を見たことがあるが、それに出てきた鉄砲とよく似ている。あの漫画は確か明治時代の話だったはずだ。そんな時代の鉄砲をまだ現役で使っているのか。うり棒焼けたでー。後ろで声がする。ああ、わしの分取っといてな。五郎さんが火の前にいるおばあさんに向かって言う。うり棒とはイノシシの子供のことだ。あのまま大きくならなければ最高に可愛いのにと思ったことがある。おそらくそれをキャンプファイヤーの火で焼いていたのだろう。なんともたくましい話だ。そう思って火の方を見ると。ん？あれは、確かにおばあさんが火の中からうり棒らしき四つ足の動物の肉を、ひっかき棒のようなものでかき出しているが、その奥に別の動物も焼かれている。いや、あれは動物なのだろうか。僕には手足を縮こませて丸まっている子供のようにも見える。だが炎の中で、しかも頭がないので今一つ判然としない。判然としない？そうだろうか？頭がないというのは、頭は切断して、サナトリウムの地下に保管しているからではないのか？もはや僕の頭は嫌な想像でいっぱいだ。一体こいつらはここで何をしているんだ？僕は声を大にして叫びたかった。だが、目の前には鉄砲を持った人間がいる。万が一にもここで撃たれたら、僕らは何の証拠も残さず、消されてしまう可能性がある。だから僕は全てを喉の奥に押し込んで、
とにかく一刻も早く母を連れてここを去りたいと思った。また今度な、腰が治ったらまた来るからな。母がのんきに僕の背中で挨拶している。いや、これでいい。僕らは敵じゃないんだと相手が認識してくれているならそれに越したことはない。とにかく車まで行ければ、そんな思いで元来た道を戻っていく。途中五郎さんが何かを話しかけてきて、母親が返していたが、訛りがひどすぎて何を言っているのかわからない。走行してる間にやっと車までたどり着くことができた。一安心だ。僕は五郎さんに形ばかりのお礼を言って別れた。狭いところで車を何度か切り返して、やっと帰路に着く。バックミラーに映る五郎さんを見てよっとした。鉄砲でこっちを狙っている。いや、まさか。ただの冗談であってくれ。やがて車は曲がり道に入り、五郎さんの姿も見えなくなった。ふう、助かった。一気に緊張が解ける。いや考えすぎだったのかもしれない。僕らを撃とうと思えば、車に乗る前にいつでもやれたはずだ。きっとただの思い過ごしだ。自分にそう言い聞かせて、悪路の山道を下っていった。なんとか下山して、海の近くのホテルにたどり着いた。なんだか頭の中が真っ白で、ここまでどうやってたどり着いたのか記憶がない。助手席で母親が何か言っていたのだが、全部上の空で適当に生返事していたようだ。どうやら軽くパニックになっていたようだ。だが、ホテルの部屋に入って浴衣に着替えると安心して、今までのことが夢だったかのように思えて、つい油断してしまっていた。その日の晩、母の容態が悪くなり、意識が混濁し始めていた。フロントに電話をし、救急車を手配してもらうことにした。近くの救急病院に運んでもらい、緊急入院となった。妹にも電話をしたが、もう時間的にこちらに来るすべがない。深夜にはもう母は危篤状態となり、せめて明日、妹がこちらに来るまでは、とお願いし、心臓だけは動かしている、という状態になっていた。翌日、妹が到着し、二人で一緒に母を見取った。まさかこんな旅先でこんなことになるとは、想定していなかった。母さんの最後の心残りが生まれふるさとに帰ることだったから、帰れてほっとしたのかもね。妹がそんなことを言う。心残りがあって死ねないという話はよく聞くが、それが本当だとしたら、願いが叶えばもう人は安心してあの世に行けるということなんだろうか。その、母さんが言ってた山奥の集落って、結局どうなったの？妹がそう僕に問いただした時、病院の待合室にいた人たちが一斉にこっちを見た気がした。あたりを見回すが、気のせいだったか、怪しい雰囲気は消えていた。神経が高ぶりすぎているのだろうか。そのことだけど、話すと長くなるから家に帰ってから詳しく話すよ。そう言って妹の質問をはぐらかした。僕らは帰った。この地でダビに伏すという考えもあったが、僕が反対して遺体を地元へ運ぶ方を選んだ。地元へ戻ってから、身内だけで葬式を済ませた。集められる身内はそんなに多くはなかった。母につながりのある親戚はほぼ集めることはできなかったのだ。まさかあの集落に連絡することなどはありえないし。だが、事態は密かに動いていた。通夜も終わり火葬場へ向かう。棺の中の母の顔を拝み、最後の別れをする。我々は控え室で軽食などを取りつつ、お骨上げまでの時間を潰した。やがて予定の時間がやってきて火葬場の炉が開けられる。覆いが外されて、幾分灰が舞い上がる。母のお骨が現れた。火葬場の職員の方が大きな磁石のようなものなのだろう。周囲に素早く走らせ、金属製のものを除去している。棺を止めていた釘やホチキスの針のようなものだ。その後、改めてお骨を見た職員が少し困惑しているようで、固まっている。どうかされたんですか？と聞いてみる。職員は重い口を開ける。いつもならまず、一番大きく残っている頭蓋骨をですね。申し訳ないんですが、細かく砕かせていただいているんですが。
その言葉を聞いてハッとしてお骨を見る。小さな骨、大きな骨といろいろあるが、確かに頭蓋骨がない。歯もない。喉ぼとけもない。職員がぽつりと言う。僕はその瞬間、電撃が走るかのように怒りが湧いた。くっそあいつらだ。あいつら？妹が聞き返す。火葬場の職員もキョトンとする。僕にはすぐにわかった。どんな方法を使ったかはわからないが、ここに首から上の骨がないということは、遺体が焼かれる寸前に、何者かが首を切断して持ち去ったということだ。そして、そんなことをする奴らに僕は心当たりがあった。首が盗まれたんだ、警察を呼んでくれ。盗んだ奴がこの火葬場に、侵入していたはずだ、調べてくれ。僕はそう言い残して火葬場を出て行こうとした。兄さんお骨上げの途中でどこに行くの？決まってる、サナトリウムだ。誰がどうやってやったかわからないが、その首がどこにあるかはわかってる。僕はそれを取り返してくる。兄さん。そういえばまだ妹には詳しいことは何も話していなかった。だがそんな時間もない。それは母の首を取り返してからでも遅くはないだろう。僕の脳裏にはくっきりと映っている。子供の生首が収められたガラス瓶の隣に、新たに母の生首が入ったガラス瓶が置かれているのだ。花や木の枝等と一緒に。翌日、地方新聞に記事が載った。元サナトリウム施設の廃墟から出火し、近くの廃棄集落を含めた一帯が山火事に包まれた、と。火の勢いは強く、未だ消火には及んでいないが、人的被害はない模様。